皆さんこんにちは。衆議院議員の中村博之です。私はこの度の総裁選挙において高市早苗候補を応援しています。私が初めて当選をした2012年の衆議院選挙において国民の皆様にデフレからの脱却を約束をいたしました。アベノミクス3本の矢によってデフレから脱却するんだというふうに約束をしましたけれども、未だ果たせていません。その要因にはプライマリーバランス黒字化目標という財政規律が邪魔をしているということが挙げられていると思っています。高市早苗さんは成長投資、危機管理投資を積極的に行い、そして 2% インフレ目標が達成されるまでそれを継続するということをおっしゃっています。衰退する日本が成長する日本に今切り替わる、その大事な政策転換の時であります。コロナで非常に苦しんでいる経営者の皆さん、そして家庭の皆さんにもですね、補正予算を組んでさらにレスキューの給付を行うということも今回の総裁選挙で掲げています。この高市早苗さんの政策に私は呼応し、そして彼女が唯一世襲でない候補であることから生活者の生活実感や実情がご理解いただいていると、その確信をし高市早苗さんを支援しています。どうか皆さん高市早苗さんにお力をお貸しください。新しい総理、第100代の総理大臣に初の女性総理高市早苗さんが誕生するように皆様のご支援、清き一票をお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。